どうもアニメプレゼンターの赤ペンタキワでございます。さあ今回紹介する作品は月とライカとノスペラトゥ。この作品タイトルから内容が一切わからない。そこであらすじ読んだらびっくりしました。人類史上初の宇宙飛行士は吸血鬼の少女だった。いやちょっと待ってよと、見る前に赤ペンパニックよ。でもね、見始めてわかりました。このアニメがめちゃくちゃ面白かった。ある日人類初の有人宇宙飛行計画がぶち上がった。成功したら宇宙から生放送で報告だ。これで他の国との宇宙開発競争に終止符だと。ただこの生放送はミスれない。そこで偉い人たちは思いました。本番前に一回リハしたいだと。でも人類初は取っておきたい。よし吸血鬼でリハしようと。そんな吸血鬼による宇宙飛行計画を描いたのが月とライカとノスペラトゥでございます。そこで今回はこの作品をより楽しんでご覧いただくために参りましょう。見逃さないでほしい注目ポイント参加条。まず注目ポイントその1はこちら。吸血鬼のイメージを覆すツンデレ美少女イリナ。本作の主人公は林原めぐみさん扮する吸血鬼のイリナ。故郷の村は人間に焼かれ、実験動物として宇宙へ向かうことになった悲しき運命を背負った少女。しかし実はめちゃくちゃツンデレ超可愛い。吸血鬼は月のためという伝説を信じ、宇宙への夢と憧れを持ち、どんな苦難も乗り越えていく健気な姿にキュンでございます。続いて注目ポイントその2はこちら。イリナを徹底サポート、最強高青年レフレプス。イリナの訓練を全面サポートするのが内山幸喜さん扮する空軍中尉のレフ。頑張るイリナを間近で見守り、吸血鬼への差別の盾となりながらどんどんイリナの魅力に惹かれていきます。このアニメパッと見はぶっ飛んだ設定のファンタジーですけれども、中身はツンデレ吸血鬼と純朴青年のバリバリの胸キュンストーリーでございます。そして最後注目ポイントその3はこちら。宇宙を目指して突き進む夢見る2人の人間ドラマ。まあ、厳密に言えば人間ではないんですけどね。それでも人種を超えて同じ夢を持つ2人が最高でございます。ただ美しい夢を叶えるためには乗り越えないといけない壁がある。文化の違い、過酷な訓練、そして死への恐怖。そう、実は宇宙ロケットの飛行実験は今んとこ失敗しまくっております。それでも夢を諦めない2人は果たして宇宙に行くことができるのか、そこにはどんな景色が待っているのか。月とライカとノスペラトゥは10月3日よりテレビ東京 BS 日テレ他にて順次放送開始でございます。